子ども支援学科の目指すものは支援を必要とするような子どもを含めた一人一人の可能性を伸ばせるようなそういった保育者を育成することが我々の目的です。その一人一人の可能性という中にやはり医療のことの分かる保育者というのも求められています。そのためにもカリキュラムの上では保育士になる勉強、さらには幼稚園教諭医師免許を取る、そういった基礎をしっかり学ぶということが非常に大事になってきます。その基礎がしっかりしているからこそその次に続く専門性として3つの柱があります。3つのうちの1つは特別支援教育科目群、2つ目は健康保育科目群、そして子ども芸術文化科目群と、その3つの専門性はそれぞれの将来に向かっての可能性が秘められています。私が印象に残っている授業は手話の授業です。手話の授業では聴覚障害者の方が先生となって私たちに手話を教えてくれました。実際に先生が聴覚障害の方だったからこそコミュニケーションを取らなければならなかったので、より実践的な学びができたかなと思います。特別支援学校などで作られているような教材を自分たちで手作りした授業が印象に残っています。先輩方の作品もお手本にしながら自分たちでオリジナルのものを考えたり、オリジナルのキャラクターなどを用いたりしておもちゃを作りました。自分では思いつかなかったようなおもちゃも友達が作っていたのですごく学びになりました。つくしではたくさん体験実習をさせていただいて、さまざまな子どもたちの支援について考えることができました。実際に自分たちで指導案も考えて、授業で習ったことを活かせただけじゃなくて、本当に現場に行ってみないとわからないこともたくさんあったので、すごく多くの学びになりました。特にリトミックという授業が印象的でした。リトミックはこういう表現をしなければいけないという決まりがないので、自分自身の感性や表現力を豊かにする授業でした。秋のお祭りをテーマにして、絵本の1ページ1ページにそれぞれピアノだったり太鼓だったりを使って、その場面にふさわしい音楽を自分たちで考えて作りました。とても楽しかったです。これから保育者になるにあたり、授業でまず自分自身でその楽しさやいろいろな手法を学ぶことができたので、今後子どもたちにそれを伝えられたらいいなと思います。大学での学びを深めるうちに、病院で入院している子どもや検査を受ける子どもと関わる仕事をしたいと思うようになりました。健康保育では大学病院での実習や病児・病後児保育所での実習を行うことができることに魅力を感じ、実習をしました。健康保育の授業では大学病院や病児・病後児保育室の保育士だけでなく、看護師や医師からもお話を聞く機会がありました。病棟保育士の役割や重要性について理解をさらに深めることができたので良かったです。大学での学びを深めるうちに、病気で入院している子どもの心のケアをしたいと思うようになり、子ども療養支援士という資格を志すようになりました。私は新潟出身なのですが、新潟ではまだ子ども療養支援士だけでなく病棟保育士も配置されている病院が少ないので、将来的には新潟のような地方病院にも子ども療養支援士が配属されるように、子ども療養支援士の重要性を全国に発信していきたいと思っています。